グラディエーターサンダルのモチーフとなっているカリガ。グラディエーターサンダルとは古代ローマの遣唐使が着用していたとされる履物を模したサンダルのこと。本来はラテン語でカリガと呼ばれる古代ローマ兵士の軍歌をモチーフにしたもの。一般的なサンダルよりもストラップが多く存在し、よりサンダルを固定できる形状となっているものを指す。ボーンサンダルとも呼ばれる。 バチカン美術館像のアポロン像の右足部分。アポローンが履いているサンダルが仮がであることがわかる。ヨーロッパにおける格闘技の歴史は古代ギリシャのクレタ島を中心とした英芸文明から発祥しており、その文明の影響や格闘技の発展の経緯から古代ローマに剣闘士が根付いたのは歴史上の流れから一般的であると考えられている。また、 英語文明ではこれら格闘技は英霊を弔うための母前競技として日常的に開催されており、その崇拝の対象となった神が太陽神アポローンであった。アポローン像は戦いの象徴として剣闘士やローマ軍が着用していた装着性が高いカリガと呼ばれるサンダルが施されている。ファッションアイテムとしてのクラディエーターサンダルが登場したのは2005年である。名称がなぜ、 グラディエーターサンダルになったというのには諸説があるが2000年に公開された映画グラディエーターが由来していると言われる。なお、同じく古代ローマを描いた映画から派生したサンダルには1959年に公開されたベンハーからベンハーサンダルが登場するなどの事例がある。グラディエーターサンダルを最初に発表したのはバレンシアガで、翌2006年には 同ブランドのグラディエーターサンダルをリンジー・ローハンが着用しているのを目撃され、マーク・ジェイコブスや、イミテーション・オブ・クライスト、イブ・サン・ローラン、プラダなどのファッションブランドのものを、ケイ・トモス、アシュレ・オルセンなどの人気ハリウッドセレブや、スーパーモデルが相次いで着用していたことでは大となった。基本的な形状としてはソウルに、ヒールがほとんど存在しない。 比較的平坦なデザインをしていることから古代、ローマや英芸文明で使用された形状をほぼ踏襲したもので、唯一とも言える根本的な違いは女性が着用することを目的に考えられている点であった。翌年、戦術のハリウッドの有名人らが着用したことで日本にも登場はし始めたが、ミネトンカ社を代表とするインディアンモカシンブーツやブーティー、 ムートンブーツなどの流行、あるいはそれまで流行していたロングブーツから極端なショートブーツ化する等の女性の足元の演出方法の変化に対応できなかったこともあって本格的な流行は2008年ぐらいからとなった。また、アイテムの故障に関してはブーツの形状が骨組みのようなことから防音ンサンダルと呼ばれるなどと混同されていた。グラディエーターサンダルは 厳密にどういった形状のものをそう故障するかという定義が曖昧なファッションアイテムである。一般的にはデザー製や PVC 製で複数のストラップが足の甲を覆っているデザインのものを指し、特にサンダルが脱げにくいように足首部分をストラップで止まるタイプを指す場合が多い。また、アキレス腱を保護するプロテクションがついたものもある。サンダルに定義されるため、 つま先部分は覆われていないのが特徴であり、特に特徴的なものはふくらはぎにも骨組み状のレザーストラップが使用されるものもあり、形状がほぼブーツのようなものもある。ファッションアイテムとして登場した頃はソールが平坦な形状のものが多かったが、日本で流行する2008年頃よりヒールが高いグラディエーターサンダルがより多く登場した。これは東洋人の足の長さを考慮すると、 トータルコーディネートとしても適切で受け入れられやすかったためとも言われる。また、当初は検討士を意識してか秒を打ち込んだデザインが多かったが、次第に、華奢なヒールがついたものや、フリンジがついたり、革だけでなく、エナメルやスエードを透明なビニール素材といった様々な素材を使うなど、あるいは前述までの形状を踏襲しながらも、今までにない新しい形状をしたアイテムを、 進化系グラディエーターと呼ぶ。ただし、つま先まで覆ってしまいすでに、サンダルと呼べない、進化系グラディエーターなど行き過ぎたデザインのものも見られる。ありがとうございます。